兄弟たちよ、今日はセイパウロ、シトパウロの改心を祝います。素晴らしいじゃないですか。私たちが教会の中で改心を祝うことです。私たちに先だってセイパウロの改心、彼の改心のおかげで私たちも改心することができました。彼が異邦人への使徒でした。私たちがみんな異邦人ですね。イブライ人がほとんどいないでしょう。ですので、神様が彼を選んだ時には、生まれる前から私が選ばれたと、はっきり、使徒パウロが知っていたんですね。で、その選びの中には、あなたの名前も、含められていた。私の名前、あなたの息子の名前、あなたの子孫の名前、あなたの先祖の名前。素晴らしい。本当に今日は大きな祝いです。教会は本当に私たちの母です。なぜかというと、聖パウロの改心は、まだもう一つの改心の影の結果でした。実りでした。聖ステファノ。聖ステファノ殉教者。一番最初の殉教者。聖パウロは、ステファノが殉教された時には、そちらにいました。その服を、支えたんですね。だから、聖パウロが、その殉教を賛成し、ある意味で、彼も、ステファノを殺しました。その死に方は、彼の心の中には入っていたに違いません。違いない。彼の死に方、イエス・キリストと全く一緒の死に方が、聖パウロに、の心には刻められていた。刻まれていた。もうすごいよ。その、殉教を見たときには、使徒パウロは初めてキリストに出会った。でも、まだ何もわからなかった。まだまだ彼が全然悟らなかった。そして、もう熱心を持って、もう本当に彼が、立法、立法の、なんか守り主として、この被弾者であるキリスト者を、イエス・キリストの弟子を殺そうとしていた。彼らを捕らえようとしていた。その道こそ、ね、私たちと同じような道です。彼がダマスコへ行った時には、イエス・キリストの弟子を牢屋に入れるために、そちらに行きました。そのダマスコに行きました。私たちも、毎日、それぞれのダマスコへ行こうとしているんじゃないですか。イエス・キリストに救われたものを捉えようとするんではないですか。奥さん、主人、孫、子供、仲間、など、兄弟を捉えようとする。私たちが解釈した立法、解釈した法律、私たちが解釈した聖書の言葉さえも使って、相手を自分のものにしようとする。相手は間違っていると私たちが捉えようとする。忍耐できない。忍耐は絶対持っていません。私たちが相手を義としない。相手のことを理解しないでしょう。私たちが正しい。私たちが、努力し、立法に従って生きるんじゃないんですか。そう思わないんですか。私がしょっちゅうそれを思ってしまう。教会のことで、諸局のことで、共同体のことで、いろんなカリスマのことで私が分かっています。私は、神様の御旨を理解しています。私は伝統を守っています。私。
Sto Paolo ga ne scena cata desta. Che do carega atto de Roma gine no tegami io meba. Gibunno coto furimu i te. Sono tegami o kakimasta. Omoshiroi ne? Carega gibunno kyodai. Yudaya jingo yoku shitte imasta. Farisai ha shitobito o yoku shitte imasta. Carega ga suggoku ne scende aruto. Carega kakimasta. Gibunno coto? Gibunno coto nizuite. Kaiteita. Kedo carera niwa kioi kokoro ga nakatta. Kore mo jibun no koto nitsuite kaite iru janai desu ka? Kioi kokoro janakatta. Jibun de jibun wo sukuo to omotta. Jibun de jibun wo mitasu koto wa dekiru. Jibun de jibun no chikara de jibun ga horitsu wo mamoru no de tadashii hito to naru to. それは私たちの深いの心の深いのところにある確信です。まあ本当にそれをもう明らかになっています。何回も毎日私たちの自生活の流れではその確信が現れてしまう。相手を裁いた時には私たちはこういうものであるということが現れる。現れますよ、兄弟たちよ。奥さんを裁いた時には、主人を裁いた時には、兄弟、共同体の兄弟、息子などを裁いた時には、自分が正しいと思うということですよ。ですので、私たちが聖パウロと一緒。だけど、今日、私たちが、彼の改心を祝います。彼の改心は私たちの改心の体内でした。私たちの改心のための一つのものすごく大事な、一方でした。私たちの改心も他の人の改心の大切な出来事です。私たちも改心したら多くの人々は改心するだろう。でも改心は何ですか？改心はまだ自分の力の結果ですか？違います。自分が正しいであるから改心しようと、その決意を自分で得ることはできますか？自分で改心したいというその希望さえも自分から出られない、生まれない兄弟たちよ。使徒パウロはダマスコへ行った途中でキリストに出会いました。まず、聖ステファノの殉教の時にはキリストに出会ったけど、まだまだ知らなかった。私たちも何回も、兄弟が私たちを愛し、兄弟、お母さん、お父さん、囚人、兄弟が私のために命を懸けたということを見て、けど、私たちの心が一切動かなかったでしょう。何回も、何回も。私たちのために神父たち、カテキスタたちなど、命を懸けて、私たちが無関心、無関心、無関心。けど、時が満ちれば、あなたが神に選ばれているので、そしてあなたと共に多くの人々が選ばれているので、あなたを通して神がたくさんの人を救いたいので、時が満ちれば、今日かもわからない。明日かもわからない。あなたが走っている、自分の正しさを実行しようとした、その道の途中で彼が現れます。これは、無償の愛。私たちが全然準備することができない時には、キリストが私たちに現れます。多分、ある、病気を通して、聖パウロが、落ちてしまいました。使徒パウロがもう、目くらになった。見えなくなりました。でしょう、何もわからなかった。もう本当にへりくだった。だから、私たちをへりくだせる。へりくださせる。その、出来事を通して私たちを転ばせる。主人の耐えられない。その態度。奥さんの危機。子供のめちゃくちゃ。仕事とのトラブルに、出会うトラブル。もう、いろいろ、十字架の前に、私たちが落ちます。へりくだります。
そしてキリストがどうして私を、どうして私を迫害するのか、どうして疲れんじゃ、疲れる、疲れないんですか、もう大変でしょ、私に反対するのが。私があなたを選んでいます。私があなたを愛していますよ。私があなたをそのまま愛しています。私があなたを選んだ。え？私はあなたの弟子を殺そうとするのに、私を選んだ。今罪を犯そうとした、今罪を犯している今私を呼ぶんですか？そう。あなたが自分で何かしてその選びを得たと言わないように、私の選びは無償、不思議な選びであるということがあなたの心の中には刻まれるように、私は本当に罪を犯した時にはクリストがあなたのために命を懸けた。同じことです。あなたが誇ることはできないように、全てが無償の愛のことです。それを分かって、それを経験することによって、改心ができます。改心はそちらから生まれます。その無償の愛、その無償の愛との出会いが、改心が始まります。兄弟たちよ。そして、今日の福音が私たちに果たされます。聖パウルとに実現された通り、私たちも、それを実現することができます。クリストが私たちと伴う。私たちと共に来ます。大きな印を持って私たちを導く。改心したら私たちはどこへも行きます。主人のところまで行きます。奥さんのところまで行きます。子供まで行きます。病気に入ることはできます。十字架に貼り付けられます。私たちがどこのない、避難されていても私たちが死なない。改心の結果はこれです。永遠の命をもたらすこと。永遠の命をいただいてもたらすこと。クリストと一体となること。使徒パウロと同じように。それは、その改心は、この、改心の道を歩むことによって、私たちがクリストと一体となって、私たちの改心の道は、宣教の道となる。みんなのために。あ、この人は前は、そうだったけど今、全然違う。彼が弱い。彼がパウロだった。彼がアントネロはアントネロだった。アントネロですけど、なんで命をかけるのか。なんであなたが奥さんを許すことはできるのか。それはありえないんですね。迫害されていても、毒を飲んでいても死なない。私たちが蛇を踏む。フーム、悪魔の偽りをフーム。それは前は、ね、創造された時にはアダンとエブに与えた権利、あなた方は蛇を、ね、あの地、蛇を踏むだろうと、あなた方はこの世を世話するだろう、つまり全ての人々のために命をかけるだろう。これは一番最初の使命だから、生まれる前からこの世が創造された時にはあなたが蛇を踏んで相手のために命を懸けることができる。悪魔の偽りに勝って神の愛を信じながら、経験しながら、その愛によって、その愛のうちに命を懸けることができます。これは改心、使徒パウロの改心、あなたが召された改心。教会の中でこれは全部実現されます。私たちの共同体の中でこの信仰の道、つまり改心の道、宣教の道が実現されます。私たちはその道を歩むように、その使徒パウロが歩んだ同じ道、罪から自由へ、許しへ、自分の正しさから相手のために命を懸ける状態へ、これは教会の中の道です。今日たちを喜びましょう。今日私たちの祝いでもあります。私たちの改心でもを祝うことができます。予言的な祝いかもわからない。あるいは今日多分あなたが転んでへりくだって、主よ、私は何も見えない、何もわからなかった今まで、改心するようにお手伝い、その恵みを与えください。はい、私はあなたを愛しますよ。あなたを選んだよ。あなたが異邦人、私の愛を知らない人々まであなたを送ります。
どれほどあなたがそのために苦しむだろうと、私は今日あなたに打ち明けます。あなたが手を広げて十字架に登るだろう。あなたに反対する、あなたを殺そうとする人のために命をかけるだろう。シト、セイ、ステファノ、城塞、一番最初の殉教者と同じように、私たちもクリストと同じように、クリストのうちに同じ死に方で相手のために命をかけて、福音を血に足るまで持っていくだろう。クリストがいつも私たちと共におられますから、いつも処理者として私たちを導くです。良い日を。